自賠者が詐欺をやることもあります。それは、ソフトバンクを使って詐欺をやっていたということで、損保ジャパンに請求をかけるんです。損保ジャパンと、EY 監査法人と、それからチューリッヒ保険、これはまあチューリッヒ保険の部分は払ってもらうために入れてるんだけど、その、損保ジャパンの桜井ことぶき氏が寿、うん、の C の、堀さんたちグループが、つまり東京会場ね、この連中が寿の C だから今井陽子と結婚したらしい。そして実は代理店は三井住友会場の代理店を使ってるんだけど、お金の出金をしてるのは損保ジャパンなんだよ。一体誰が出金してんのか、そして弁護士の原田はどっちなんだというのを見たときに、原田は、損保ジャパンの弁護士なんだよ、最終的にね。私にその送達されてないだけで、損保ジャパンの弁護士で金をじゃんじゃん引き出してロピアに金を投影し、ホテルアクアセンスに投影してるから、私がその犯罪性を訴えて別人に払い続けてたら、お前っていうのは私の権利だから、だから損保ジャパンに請求かけます。ですが、もちろんなんですけど、請求をかけて、三井には請求をかけないかってかけるんです。三井に対しての請求かけます。1円も払ってないから、うん、かけます。1580億が後ろに動いてることも知ってます。でも2億円です。私が、請求かけられるのは個人の5億円レベルのお金なんで、両者に請求をかけます。どっちが、片っぽに、特化するっていうのはありません。1580億もあるんだから、それは自分たちでそれぞれが払いなさいよと。任意が 払う前に任意が払う前に、自賠の方に、弁護士が行って、その任意が全然払わないで、自賠の弁護士になった原田が、ホテルアクアセンスや、ロピアをたらふく、自分たちで使い込みをして、自分が捕まりたくないから少額を出してるっていう損保ジャパンの犯罪なの。だからあなた方チューリッヒ保険は、損保ジャパングループの乗り合いの合弁会社があるわけだよ。チューリッヒリスクマネージメントがね、あなた方の、チューリッヒフィナンシャルグループは全員外国人だから入ってこれないの、来れないんだよ。通訳者がいても、ダメなのね、それは。だから、出勤するそのクズ直したがいるから1匹、それに対して私が執行をかけるから、その荻窪の邸宅ね、第一からしてこいつが真ん中にいてそういうことをやってたんだよ、分かってないだろうけどね、だから、私がそれを請求かけます。あなた方も1万円入ります、そこでね、損保ジャパンとして。そして三井と IOE に対してお金を、私は3億、2000万になってるけれど、それは執行するためであって、そしてあなた方は払った後に後ろの1580億っていうのは414棟あって、実際不動産物件が動いてるから、自賠者として入ってきなさい、入ってきてな、入ってきて、あなた方も入ってきなさいよ、それで、あなた方は私に対するサポートが完了します。払うんです。損保ジャパンとしてね、ちゃんと払うんです。でもあなた方の会社ってのは損保ジャパンがダメな会社なんです。だから一社にできないの。ちゃんと自賠でちゃんとしてる会社だったらこんなことにはならないから、ならないから、完全に寿氏の、細川寿人が寿氏だったから、今井陽子と石塚千明を承諾行為にして私を認知症にでっち上げたんだよ。ダメなやつなのね、この人間。明治安田損害保険は、三井に金を流すためにそこの会社が作られてるようなものなの。実際三井のために作ったんだよ、作ったの。明治安田生命は昔からあるけど、明治安田損害保険は、
損保ジャパンの、東京会場が入るためにわざわざこさえた会社なんだよ。こさえた会社で労災の専門の労働労災の人間がなぜ最初に動いてるのかと、美代ちゃんに金を与えるためだったんだよ、自分の女房ね、うん、私は違う、直子だからね。で、私は全然もらってないわけだよ、令和3年までね。自分たちが、転がしてホテルアクアセンスに東京海上日動がやってるの、うん、100% ね。だからそれをあぶり出すためには両者に、きっちり請求をかけ、またぐことはせずに、後ろに1580億の不動産物件があるっていうののコンセプトでそれぞれに請求をかけ、それぞれの配分率で、あなた方が分け前をもらえばいいだけなの。わかりました？以上、本物の茂木直子でした。